銀座の部屋 2.5 次元俳優で大活躍の石川翔を迎えた西本銀次郎。お決まりのあだ名コーナーでは韓流スター地味な名前をもらってしまう。第一印象や昔話に花を咲かせつつマウンティングの起死回生を狙う西本銀次郎。今回はどんな勝負どころを見せつけてくれるのか。果たしてイケメン俳優にいじめっ子役の常連は勝てるのか。気になる後編をどうぞ。次の質問です。はい。翔は愛犬を飼っているということで。犬じゃないけどね。愛犬じゃないか。なるほど。そのちょっと魅力なんかを教えていただければなと思います。まあ、僕一応ハリネズミを飼わせてもらってるんですけど、まあ、なんでその大型、まあ、いわゆる犬とか猫じゃないかって思う人もいる、中にはいると思うんですけど、僕ね結構小動物好きで、まあ、いろいろ悩んだんですけど最終的にハリネズミにしました。でね、皆さん特に一人暮らしの方絶対ペット飼った方がいい。なんでですか。いや、あのね、マジでやばい。例えば、まあ、稽古とかで11時ぐらいに帰ってくるとするじゃん、うん、でその帰ってきてそのペットただいまって開けて、もうただいまだからペットにただいまって言うん。ああ、なるほど。ただいまーって。多分ね、実際ほとんどの飼い主が言ってると思うよ。ただいまーって、うん、で、戯れるじゃないですか、うん、半端なく癒されるから。ちなみにそのなんかハリネズミとどう戯れるんですか。え、いや普通に持つ。ただいまーって。あ、チューするんですか。いや、チューはちょっと危ないから。危ない危ない。あ、感染しちゃうんですか。それを言ったらかわいそうです。すいません。銀ちゃんの部屋だから鼻チューです。鼻チューするんです。そう。じゃあ毎日鼻チューしてほぼしてますね。じゃあ今日もちろん。でもね、うちの子はマジで多分慣れてる子。なんかね、知り合いとかに聞いたんだけど本当にモテないって言ってた。モテない。うん、だからハリネズミってさ、あの名前の通り針が特徴だからさ、はい、興奮したらアリンぐらい痛いの針が。そうだからモテない人は一生モテないって言われて。それ鼻に鼻注しても大丈夫なんですか。鼻に針ないからね。あ、そうですか。うん。チャンギン針とかもついた。何そのド M 思考。チャンギンやばくない。銀ちゃんの部屋。今日ぜひね、ちょっと YouTube の方に連れてきてという話だったんですけど、はい、なんで今日連れてきてるんだったんですか。お外の世界怖がっちゃうから。やっぱ基本は部屋の子ですね。あー、けど一応銀ちゃんの部屋っていう部屋の中っていう設定なんで、うん、うん、まあお外っていうか、まあ部屋の中ではあるんですけど、うん、小動物の気持ち考えてる。銀ちゃんと告白バトルのコーナー。イエーイ。僕はですね、毎回ですね、こうゲストさんにですね、はい、なんかゲストさん得意なスキルをこう、うん、僕もいただいて、うん、僕も人として、俳優としてこう成長していこうという企画で毎回このコーナーやってるんですけど、はい、今回はですね、まあ、2.5 次元だったり、はい、まあ、爽やかなキャラクターで絶対的な、女性からの支持がある石川翔くんですけど、うん、今回告白バトルということで、うん、まあ、スタッフさんがご用意してくれたシチュエーションをいただいて、うん、それを即興でお芝居してもらって1分間で、告白まで持っていって、うん、どっちが、まあ、かっこいい告白をできるか勝負という形で、はいはい、で判定は、女性のスタッフさんがいるので。あ、なるほど。こちらの方に、判定をお願いしたいと思います。はい。告白に関してはどうですか。いやー、苦手ですね。あ、苦手。告白したことありますね。ないない。告白したことないんですか。ないですね。あ、ないんだ。銀ちゃんの部屋。まずお題の方を引いて、今回ですね、翔が告白する方だったら僕が女役をやる、うんうん、で僕が告白するときは翔が女役をやるっていう形で1分間やらせていただきます。ふざけなしで本気で来てください。あ、ふざけなしで。いや、なしですよ。本当に本気で来てください。あ、わかりました。ではじゃんけんしていただいて先攻後攻を決めましょう。あ、これは、あ、これ僕からいきます。あ、そうなんです。絶対そうだと思いました。絶対そうだと思う。あ、なんかか、任せてください。銀ちゃんの部屋。こちらの方にですね、4つスタッフさんがご用意してくれたシチュエーションがあるんですけど、僕の方からちょっと引いて勝負をしたいと思います。では、いきます。いきます。こちらのお題です。元カノと復縁する時の告白。うわよ。銀ちゃんの部屋。はい、 OK です。早っ。
よ。じゃあ1分以内で復縁してください。1分で復縁です。いきますよ、よーいスタート。翔ちゃんさ、何？最近どう？久しぶりなんだけど。そうだね、最近はバイトで忙しいかな。あ、バイトが忙しいんだ。それ以外でも？まあ、ちょいちょいオーディションとかも受けてるけど、まあ、いまいち結果が残せないって感じかな。女優目指して。そうだね、やっぱり諦めきれないかな。そうなんだ。結構攻めた質問するけど、うん、恋愛とかって結構俺と別れてから結構経つけどさ、うん、どうどう結構バリバリの彼氏とかいる？まあ二人ぐらい言い寄られたことあったけど、おまあ、うん、あ、知らないです。ちょっと長いな。あー、サクッと復元してほしいな。1分ってこの時間に。いやいやいや、そうです。厳しい世界ですから。1分この時間に厳しい世界。俺30秒くらいかと思った。そう、周り黒い男はね、復元できない。サクッといかないと。今のマジ1分ですか？マジで1分。あー、短い。あ、本当に短いの。どうでした今の？続きが気になる。銀ちゃんの部屋。ここ石川翔さん、1分、はい、いきますよーい、スタート。あー、うまかったな。そうだね、美味しかったね。なんか、お前とこうやって2人で飯食ったの久しぶりだよな。そうだね、なんか、ハンバーグ美味しかったね。うん、なんだろうな、やっぱお前と2人で食べてると、あそこのハンバーグよく2人で食べに行ったこと思い出すんだよな。あー、あのね、いつも言ってるとこね。やっぱさ、お前って食べてる姿めっちゃ可愛い。そうかな、うん、結構言われること多いですね。いや、俺食べてる姿が可愛い子すごい好きなんだよ。あ、そうなの。でさ、俺やっぱり思ったんだ、いろいろあったけど、やっぱ俺お前じゃないとダメみたい。お前じゃないとダメっていうの？だからもしよかったら俺ともう一回付き合ってください。おお、おい、ジャスト、ちょっとさ、え、本当に1分だった？ビザービーター同時に。ちょっと今の俺もビビりました。銀ちゃんの部屋。はい、ということでですね、今、復縁できるかというシチュエーションだったんですけど、ちょっとじゃあ 女性スタッフさんにちょっと判定の方を聞きたいと思います。まあ万が一俺が勝つ場合もありますから。全然あるよ。チャン銀か翔、どっちの方が告白成功してましたか？そうだ、敗北だよもう。はい、ということでですね、これで以上になるんですけど、はい、銀ちゃんの部屋いかがだったでしょうか？いや、もうとってもとっても楽しくて時間があっという間でした。はい、またね、機会があればぜひ呼んでいただきたいなって。ありがとうございます。はい、で、皆さん、銀ちゃんがね、YouTube 始めたのが僕すごい嬉しくて、役者のみならず、もうね、今演出家としても活躍してらっしゃる西本銀太さんも、皆さん応援どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ということでですね、いいね、登録と高評価、はい、お願いします。ということで